どうもショータイムゴルフです。3番やください、はい、今日飛ぶから大丈夫らしいよ。テレック確かに飛んでるよね。4番の182今日飛んでるよね。確かにショート飛んでるね、いつも飛んでる。飛んじゃう、ね、最近ね QT 後にねドライバーの距離を10ヤード上げたいっていきなり言い始めてね。もともと自家ドラプレイヤーだったくせにね、ティーめっちゃ高くしてんの。あ、確かに。てっくん、自家ドラじゃないですね。いつの話だいや、瞑想期間あったから。4番やですか？ 4 番や。はい、180ヤード4番や。結構上げてます。どこ？ここです。はい、伊藤くんも5番やん。あ、4鉄。これは終えた。乗った、ここです。結構上げてるよ。結構風上げてるみたいな感じですね。届くの5番で。俺の4鉄ピンまで行ってないよ。詳細は5番円で。ああ、右だよ。右吹かしちゃった。ああ、俺と一緒だ、これは。出てきた。バンカーかバンカー手前ぐらい。ちょっと力みましたね。え、その可愛いセーター取ってあげる。この可愛くないですか、このセーター。皆さん。竹内てるき。ちょっとさ、ハニカミスマイルやめて、恥ずかしがって。あんまり撮られるの好きじゃないんですよね、本来はね。もう僕だけを見てもらわない動画はいらないみたいな、そういうタイプの性格なんでね。意味がかかるね。もう俺のことだけ見ろよみたいなね、そういう性格の人なんで。日本語がよくわかんないですけど、まあちょっと予約してたんで。あ、そっか。はい、ちょっとお目に見てあげて。え、予約しなくてもね、語学はちょっと苦手だから。そうそうそう、語学苦手。語学は苦手よ、俺と勝也は。かっちゃん元気かな、会いたいな。あ、天球。はい、2人とも頑張って。小生のがバンカーです。その上にあるのがてるきくんの56度で、56度2打目。めっちゃ水溜まってるね、このバンカー。うまい。あ、でもちょっと手前か。ナイス。マークしろって、先輩が。鳴らしてない。はい、後で戻ってきてちゃんと鳴らしてください。これ激ムズね。これね、難しいね。バンカーの先のここの顎からですね、ちょっとね、下ってんですよ。まあでもグリーン、そんな速くないから平気じゃない？はい、58。残念。噛まれたね。食われたね。残念です。てっくんパーパット、上りの俺のマーク狙いぐらいですか。マークのアプリにしたい。こちらはあ、強いね。あー、惜しい。だいぶの保管だよ、パーター今。ちょっとオーバーで。伊藤くんの、あー、また怒られた。伊藤くんのパーパット、バーディーパットか。伊藤くんのショットプラス1しちゃうんだよね。あー、入らない。小生パーパットだよね。結構難しいね。ちょっとやや上りフック。テレックンと似たようなラインですね。うわー、また変な音流れた。ビャーンみたいな。なんだっけあの音。言ったじゃん、3フィートぐらいは速いよ、このホールだけ。はい、どうぞ。ナイスボギー。やっはっは、全員オーバーパーに来たぜ。オーバーカーに。オーバーパーな。オーバーカーってなんで、オープンカーみたいな言い方するの。オリバーカーみたいな感じで。オリバーカーってさ。
あんまり面白くないけど笑っちゃうんだよな。勝谷さん並みだったよ今のギャグ戦。はい、竹内プロボギーパット、ナイスボギー。あそこにもマーク入ってるね、あの腰のとこにも。てってれってみたいな。え、なんの？メッセージ。あ、ほんとだ。ここにもいる。うん、ここにもいる、ここにも。エッフェル塔。エッフェル塔。エッフェル塔です。なんかね。調子いいね、今日ね。いや、調子良くないよ。いや、いいよ。いいよ。調子いいからね。いいよ。調子良くないよ。調子良くない。ワンダでしょ？いやいや、あれオーバーですよ。オーバーダボスタートなんだよ。ほんとお前さ、いい加減にしろよ。お前ほんと殴るぞ。伊藤君のゴルフあんま見てない見てないんで。ただのこと最低すぎるな。参考にならないからね。あれ翔先生、彼女どうしたの？彼女、いやだから、勝也さんに、うん、なんだっけ、Tinder だっけ、Tinder をね、あの出会い系のね、アプリね、うん、教えてもらったんだけど、まあ全然連絡が来ないので。そんなことよりも勝也にさ、いい加減ちゃんとしろって言っといてよ、うん。はい、ここが誰に謝る？5番234ヤード。なんか家があんの？家に来たの？やった、オーナー取れたぜ。珍しく取れた。真ん中、うん、これか。まあまあ、玉やろ。ナイス。てるくん、ゴルフが恋人だからさ、うん、彼女にいらないらしいよ。いいじゃん、いいことだった、いいことだった。俺がなんかさ、ゴルフとさ、人生を別個で考えられる人っていいよね。おー、ナイスショー。そっから、お前下手だな、その辺。ナイスナイス。ちょっとラフかな、うん、飛距離上がったね、飛距離ね。そうなん。何やったの？え、それはもう何やったの？なんだろう、まずティーアップしたよね。うん、そもそも論な。やっぱそこで10ヤードぐらい伸びるんで、皆さんもお試しいただければ。みんな指してるよ、みんな指してる。もう試し済み。普通普通。てるか、あんま面白くないそれ。伸びしろ失ってるな、それは。あ、いい球。ちょっとフェード。そうっすよ、またスイング良くなってたんちゃう。ナイスー。祈りの時よりいいよ。あ、本当っすか。だって翔生練習するもんね。そう、いっぱいね。称賛されるのすげえ嬉しい。嬉しいよね。すげえ嬉しい。こんな努力家いないからね。俺のイメージとすごい近い。あ、本当っすか。ちょっとそれは言い過ぎだけど。同じなんだよ今。ちょっとそれはすごい、あの動画とかでも。ちょっとそれは言い過ぎだけど、てるくんはね、あの多分ですけど、一番の努力家ですね。ああ、僕が知ってる中では。それはない、それはないらしいよ。努力してる。すごい、よくこんな対極な2人が一緒に住んでるなって思いますよ。ああ、そう、一緒に住んでたからね。どんぐらいだっけ、10ヶ月ぐらいかな。10ヶ月ぐらいかな。一緒に住んでたからね。それはもうストレスの日々です。え、何がストレスなの？もうストレスの日々です。ストレスの日々だったらしい。それこそ、それもゴルフへのその観点、ゴルフにつながる観点を変えてほしい。なるほど、鍛錬だと思ってよ、すべてやってない。でもさ、小生もアメリカでさ、俺のことストレスだって言ってたよね。あのね、伊藤くんはほんと3ヶ月に1回でちょうどいい。動画内がちょうどいい。ほんとひどいよね。みんなひどいよね、ほんと。はい、これがてるきくん。あれ、小生より俺の方が飛んでんじゃね。やったね、小生。あれ、俺これ、はは、やったぜ、嬉しい。何一人一人ごと言ってんの。お前ほんと、いい加減にせ。どう、あれ、ホール全部バンカー越えで、なんかなんかいろいろ文句言ってるよこの人。自分が飛ばないだけだって。ほら、俺らちょっと体動いてきたら、ちょっとずつ距離置いてかれてるよ。大丈夫？はい、何ヤードですか？185ってキャリーさんが教えてくれます。185ヤード5番やん。持ってる番手がいつもと違うもんね、ワンバンってね。185だったら4番だよね、いつも。どこ行った？ちょっとどうでも、ワンピン右ぐらい。手前。手前、バンカーだね。今ちょっと勝也さん並みに空取っちゃった、一瞬。
テル君寒くなってきてるからちょっと飛ばないよね。飛ばないね。うん、しょうがない。小生のこの走り方かわいいね。165ヤード。165ヤード6番アイアンで、6番アイアンで上げてるんです。めっちゃ上げてて打ち上げなんです。はい、いいラインじゃない？いい球飛んでればいいんじゃない？ナイス、いいとこ。で、かぶるな顔。かぶるな、お前も映りたがりか。映りたいじゃん、せっかくだからさ。特訓2打目、何ヤードですか？ 162?162 6番やん。結構大きめ持ってますね。うん、エッジちょっとまたいだぐらい。ナイスオン。ナイスオン。あ、すいません、おめでとうございます。アイアンどうなんすか？680アダムスコットと一緒だからアダムスコットにしてみた。乗るの？日本語が今よくわかりません。俺はクラブ気分なんだよ、うまく作れるから。ごめん踏んだ。気分なの、気分気分。だからサンドは松山監修モデルで、松山君しといて、でパターはランガーにしといて、でアイアンはアダムスコットで、ドライバーバッバッソンみたいな。そっか、なんでチーンなの？チーンって俺絶対絶対言ったら、テロップか音で入れられてるよ。短いね、チーンって短いね。あ、テルキ君、テルキ君のボール、イケポチャ寸前。イケポチャだったらこれワンペラですかね。なんで無言なの？ねえ、ひどくないっすか先輩。ウォーターショット、足ウォーターだよ、どうやっても。足だけウォーターだよ。しょせインカメつける？インカメつけるか。はいよ。映りたがりです。映りたがりの2人です。ターンです、みたいなです。バックスピンしないところがテルキ君だよね。ナイス、うまかったよ。まあしょうがないよね、朝までずっと雨降ってたもんね。それそれね、神パターだよ。俺これ短尺これで打ったら入るんだけど、かっこ悪いのさ、見て、かっこ悪いから。もうかっこ気にするから。そう、形から入るプレイヤーだからさ。長尺よりかっこいいんじゃない？長尺の方がかっこいいから。ラインが知りたいな。自分で読んでください。ケイさんどうですかね？ケイさん教えなくていいですよ。ケイさんどう思う？ふくはふくですよね。どんな感じですかね。多分ちょっとこのぐらいでいいんじゃないかな。オッケー。ワンカップ切れるかな。ケリさんに聞いておいて、それを信じないですかね、この男。しっかり打った。うん、ナイスタッチ。ほら、長尺の方が安定してるでしょ。去年少年、少年上りスライスバーディーパット打ったね、打ったね。ちょっと強いよ。1メーターぐらいいった？お先するらしい。やっぱ QT サードまで行く人1メーター簡単にお先するね。まあね、やっぱこの2人は違うな。1だね、惜しかったね。カウントバックでしょあれ。残念だったね。まあ来年ですな。僕ら意外にまだ若いからね。来年ファイナリストは伊藤君にキャディしよう。まあいいよ、やってあげる。俺一応ツアープロキャディやってるから。尾崎立夫の専属キャディやってるから。立夫さんに怒られるよこんなこと YouTube で言ったら。フック、下りちょっと早いな絶対。うまいけど、うまいけど惜しい。連続ボギー、そしてこんなにいった。おっと、ダボか、ダボか、ダボか、ダボあるか。ダボかな。難しいスライスだな。ナイス、スライスラインうまっ。教えてパター。距離感がね、でもこれがいいんじゃないですかね。これがそれね、それね。神のパターなんだけどかっこ悪いから使わない。かっこいいでしょそれ。かっこいいって。それ安いんだよ。でもかっこいいでしょ。このドライバーとどっち長いかな。いや、そっちの方が絶対長いよ。48だもんそれ。絶対長い。俺ドライバーよりそれ多分クラブで一番長い俺の中で。はい、はい、ノーカープロ。いやいやいや、
あれ、ヒゲ剃ってね、珍しく。剃ってるね。どうしたの？ YouTube だから。ああ、YouTube だから。いや、映り気にして。いや、関係ない映り気にした。違う、それは関係ない。竹内先生、元気ですか？今日絶対翔太さん、編集大変だわ。翔太さん、でもずっとなんかこうやって繋がってる方が楽らしいよ。あ、そうなの？ちょこ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 切られて、全然喋りがないやつより長いのを使うか使わないか判断して。あ、そうなんだ。そう、で、いきなりプチとか切ると、伊藤くんの喋り長いから切るとか。あ、そういう風に使えるらしい。なるほどね。メモリーもったいないけどやってって言われた。わかった。まあ、ここね、刻まなきゃいけないんだよね。数年バンカーまで250ワンオン無理なの？ワンオンはね、右のこの木の上を越えていかなきゃいけないんで、結構難しいっす。高さが必要だ。テルキは絶対無理。小生今の俺はいけるよ。なんか言ってる。何？なんだって？今の俺はいけるらしい。じゃあやってよ。326ヤードパー4。右直角にドッグレッグしていって、右からも木がせり出してますね。グリーンは多分この方向ぐらい。ワンオン狙える距離ですけど、高さとスライス打たなきゃいけないので、二遊で刻むそうです。大丈夫だけど、勝也さんみたいな、うん、左ラフだけどすごい球打ったね。いやいや、このユーティリティ出なかったの、こういう球が。はい、5番ウッドで。俺の5番ウッドね。何も言えなくなっちゃうよ。え？全部伊藤君のだから。そうでしょ？ちゃんと説明して。いい球。いい球。こんな球打てんの？感じ。ナイス。やっぱさ、うん、睡眠短い方がもう調子いいんだよね、昔からね。だってアメリカの時もさ、寝てないって言いながら優勝したことあったじゃん。そんなことあった？あったよ。昨日寝れなかったんだよねって。夜中によくスカイプで電話かかってきた記憶がある。で、俺が寝落ちる。伊藤君とそんな仲良かったってイメージないんだよ。うん、ほんと最低だね、お前。俺はちゃんと記憶にあるのに。左じゃね？本当ちょっと同じ状況。こっちだな。カート道より左。あ、カート道転がってる。フェアウェイ。あ、フェアウェイ出てきた。日頃の行いの違いじゃないと。俺行いいいよ最近。ちゃんと行いいいよ。その理由いいよ。次これが俺に来る？ね、うちにはね、17度、19度、22度って2本ずつある。またあるの？2本ずつある。で、マイファザーがね、うん、19度使ってる。マイファザーね、今小生ぐらい飛ぶよ。本当に？うん、俺とあんま距離変わんないもん。マイファザーが小生に会いたがってたよ。俺も会いたい、うん、会いたいって、会いたいって。たまには飯食おうぜって俺も会いたいって、なんか違うな違うな言っとくわ。それ違う、ちょっとそれちょっと俺も会いたいって言ってたって言っとくわ。補正して言っといて、ぜひお願いしますって感じで、うん、マイファザー友達に会うマイファザーね、小生のこと好きなの。いやいや、ありがたいマイファザー、小生とテルキが泊まりに来るって言うと喜ぶから。あ、本当に、うん、あ、じゃあぜひお世話になります、うん。今年の年越し、実家に帰らないならぜひうちへお越しください。本当に？はい。マジで？あ、テレックもいますから。行こうかな。あ、おいでよ。あの年越し、また寂しいから。来るなら餅つきからだよ。30日餅つきだから。オッケーオッケーオッケー。あ、おいでよ。またショートさん裸になっちゃうよ、多分。それぐらいですか？距離は120ぴったりですね。120ぴったり、何番？120ぴったり、2位だそうです。俺のクリーク240から50ぐらいです、はい、ちょっとすごい、結構つま先下がりだよね。おい、うまいよこれ。おお、ナイス。テック 110、はい、フォローで、はい、ピンセンターってことで、はい、手前でもいいんで、52度で。なんかあのピンの奥、なんか結構下ってそうっすね。やばい、砲台になってんだ、手前からで。奥はダメ、はい、ちょっと右じゃね、ちょっと今日太もんないね。ちょっ
とカラーかな。まあまあ。何73ヤード知ってるの。はい、60度はい、60度低い球。弱いこれ、弱いよ小生。さあマジ教えてくんない。だからさあ構え、そのバックスイング上げるじゃん、上げるときにそ、まあ構えてる方向はいいんだけど、そっちに上げないでこうフェンス、ちょちょちょ、なんでこう通りながら難しいな、こうこう上げる時のイメージでこう上がってこなきゃいけないの。クラブは立ったもんだ、クラブを寝かしてフェンスが閉じてるのにクラブを寝かして入れてくるから、サンドがああいう風にライン出ないわけよ。クラブは立てたままフェンスだけはしっかりローテーションしなきゃいけない。それを手で作らないことだよね、サンドはね。で体の回転が止まるからいけないんだよ。お前はカットに基本的に入れなきゃいけないと思ってるから難しい。もともとスピンかかんないから、ドローで打てばいい。そうだから、ちょっとドローのようなイメージは必要だけど、インサイドアウトで球を捕まえて止めるってことができないから、今までだからインサイドアウトで球がフェンスに乗ってないわけよ全部。確かに。だから全部上からパチンパチンってぶつけてカットになっちゃってるからいけない。まあ、テルクも一緒なんだけど難しいです。まあゴルフ歴は僕が一番長いですから、ね、ドー君本当にアプローチだけは上手いんで。最近下手だけどね。テルクのカラーからのバーディーパット。これナイス、オッケー、オッケー、ナイス。いつぐらいか、最初だけスライス。俺のチョイスラスライス、うん、フックに見えるけどね。まあでもいずれにしてもね、上りが強いんでそんなに切れなさそうです。最後止まり際切れるかなって感じ。しっかり打った。跳ねた跳ねた、惜しい。残念、こっち。はいよ、ナイスパット。 OK、 ナイスパー。はい、伊藤くんパーパット。バーディーパット。あ、バーディーパットです。バーディーパットです。失礼しました。上りほとんどまっすぐ、このイージーなパットはぜひ長尺なので入れたいです。はい、打った瞬間右でした。すげえこうなんかこうアウトからこう入ってたんですか。何ストロークが、まあでも長尺だからしょうがないんじゃない。長尺だからインサイドに引いたら引っかかりになっちゃうんです。だだからちょっとこうまっすぐ引きすぎない、ちょっと外ぐらいに上がってる感じで、下のフェンスをこうクッと前に出すように打つの。長尺ないんでね、ちょっとないんでかな。だから、うん、ぜひ長尺を使っている、まあ、ゴルフ人口のうちの 0. 何パーセントの方を参考にしていただきたい。だからこれは片尾さんともよく言ってるんだけど、捕まらないから基本、うん、長いからね。だからこうやって大げさに言ったらこうやってローテーションしちゃったら捕まらないわけよ長尺は、うん、だから基本的フェンスまっすぐのまままっすぐ引いて打つときにちょっとヒールをこう出すように、なんかこっちがショットと一緒にちょっとこう左肩でこう上げるの、左肩を回転させてラインを出すの。だから順回転にこうスッてしてるような感じ。へー、こうやってそうやって打つと右にプッシュアウトする。だから基本的に左引っ掛けがなくなるから、引っ掛ける構え方、引っ掛ける打ち方をしといてまっすぐ出す。だから右から、まあ、アプローチとしては右からインサイドからアウトに押すのと一緒で、基本的に球を押していかなきゃいけないから、だからパターンも一緒でしょっていうのが、まあ尾崎さんってことで、押すのが大事。押すのが大事って大事、全て体重が関連してる。この動画いい動画なんで、いいと思った人は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。また。